どうも愛嬌です。今日はですね、おすすめできないけれども乗るときにヘルメットのいらないバイク3選というお話をしていきたいと思います。最近ちょこちょことですね、雑談会を挟んでるんですけれども、これがね思った以上に好評なので、ちょっと調子に乗って最近ちょこちょこと雑談会を企画しております。で、最近ですね、道路交通法が改正されまして、特定小型原付という新しい乗り物が登場しましたよね。バイクとか車に今乗っている人からすると、もう危ない乗り物という認識が非常に強くて、僕の動画のコメント欄とかでもですね、この乗り物は危ないとか、事故につながる未来しか見えないとか、車に乗ってると引いてしまって自分が加害者になりかねないなどですね、9割以上が批判的なコメントで溢れております。ただね、実際にはかなりの台数が売れていて、メーカーさんによっては欠品していたりとか、クラウドファンディングのサイトとかでもね、すごい額の支援を集めてたりするんですよね。まあおそらくですね、これだけ台数が売れていたり支援を集めている理由っていうのは、まあ、すごくね、購入する時に価格が安いということと、ヘルメットの着用義務とかがなくて気軽に乗れるというところだと思うんですよね。僕がバイクパーツメーカーをですね、オーナーさんと一緒に作った時の話なんですけど、まあ、オーナーさんっていうのは古くからバイクの販売業をやっていた方で、原付がね売れなくなった理由っていうのは、ヘルメットの着用義務っていうのが発生したことっていうのと、あと原付自体の価格が高騰していったことっていうことをおっしゃってました。特にね、実際にお客様と接する中では、女性のお客様とかが髪型が崩れることを危惧している方が多かったそうです。最近ね、この特定小型原付に関しても事故が増えているというような報道も出ていますので、せっかくね規制が緩和されていても、安全にするための車両装備の規則がさらに厳しくなってしまったりとか、事故が増えて大怪我する人が多いからという理由でヘルメットの着用が義務付けられたりすると、途端に売れなくなってしまう未来が来るんじゃないかなっていうふうに予想してます。で、まあ今回はですね、ヘルメットのいらないバイクに関してお話しするわけなんですけれども、街を走っていて、あの人なんでノーヘルで捕まらないんだろうって思ったことないですか？本来ならヘルメットの着用義務が必要なはずのバイクが、まあ、ちょっとカスタムすることによってですね、ヘルメットの着用義務がないカテゴリーに変更されてたりするんですよ。どんなバイクはね、ヘルメットの着用義務がないのか、そのあたりをね、今回はお話ししていきたいと思います。はい、まず一つ目の車両はですね、ホンダジャイロ系の車両の改造車ですね。最近はピザとかの配達とか、あとマックの配達とかにもね使われるリア二輪のホンダ製のスクータージャイロキャノピーとかジャイロ X っていうのを見たことがある人は多いと思うんですけど、まあ、こちらの車両はもともとはですね 50cc の原付に該当するので、本来はヘルメットの着用義務があります。ただね、街中を走ってるジャイロを見てると、たまにねヘルメット被らないで走ってる人いるんですよ。で、警察の目の前とか走ってても取り締まりされないというケースもあると思うんですけども、この人たちが違反をしているのかというと、一概にはそうではないんですよね。もしね、街中を走るジャイロ系スクーターでナンバープレートの色が青色の場合にはですね、ミニカー登録という登録がされていて、ヘルメットの着用義務がないんですよ。このね、ミニカーの要件っていうのはね、排気量がまず 20cc から 50cc 以下で、人が乗る空間を備えていて、トレッドが 0.5 メートル以下というものになってます。まあ、この中でね、おそらくよくわからんっていうのはトレッドの部分だと思うんですけども、トレッドっていうのは左右のタイヤの中心から中心の幅のことを言います。まあ、市販されているジャイロ系の車両に関してはミニカーに該当しないようにですね、このトレッドの幅が 0.5 メートル以下に抑えられてるんですけれども、アルミのスペーサーを加えさせたりとか、あとワイドホイールを履かせることでトレッドの幅を広げてですね、 0.5 メートル以上に広げると構造変更の手続きをすることでミニカーとして登録することができます。個人的にはね、たとえミニカー登録していて、まあ、ヘルメットの着用義務がなかったとしても、まあ、危ないのでヘルメットは被った方がいいと思うんですけども、ミニカー登録のメリットっていうのはヘルメットの着用義務がなくなるだけではないんですよ。
例えば原付に乗ってると煩わしい2段階右折とかですね、あと法定速度の30キロの規制っていうのがなくなって60キロまで出すことができるようになります。特にね、僕が住んでる神奈川県内とか、あと東京都内の都心部あたりではジャイロのカスタムっていうのがちょっとしたブームになってる傾向があって、まるにヘルメットをかぶらないで走っている人を見かけるんですけど、まあ、改造と構造変更によって合法的にノーヘルで走ってるケースも多いように思います。ただまあね、僕みたいにバイクで事故をした経験がある人ならノーヘルの危険性っていうのはわかると思うので、まあ、煩わしい速度制限とか2段階右折を解除するためにミニカー登録するのは全然ありだと思うんですけども、まあ、ノーヘルでね乗るのはちょっとやっぱおすすめはできないですね。はい、続いてはですね、トリシティの改造車です。実はね、トリシティって前二輪のスクーターですごくインパクトがある登場したと思うんですけども、トリシティのね登場以前にもピアジオの MP3 という車両が存在したんですよ。でこの MP3 も前二輪だったんですけども、登場時はトライクとして扱われていて車の免許で乗れてノーヘルで OK だったんですよ。ただね、事故が多くて、で、まあ、事故った時ノーヘルなので重症化する人が多かったことから、これね規制が厳しくなって特定二輪車というカテゴリーが追加されることになったんですよ。でこの特定二輪車の条件としては、まず三輪車であること、それと、車輪が左右対称であること、トレッドの幅が 460mm 以下であること、傾けて曲がる機構が採用されていることの4点ですね。なのでこれらの要件のうちですね、1点でも満たさなくなると特定二輪車っていうカテゴリーではなくなってトライクのカテゴリーになるんですよ。インターネットとかを見ているとね、フロントのタイヤのトレッドの幅を 460mm 以上に広げてトライク登録する業者とかがいるみたいですね。ただもともとやっぱこの MP3 の事故が多くて、事故の際に重症化して危ないからっていう理由で追加されたカテゴリーなので、これを改造してトライク化することは法律的には OK だとしても結構グレーゾーンで危険だと思うんですよね。僕個人的には正直ミニカー登録よりもちょっとおすすめできないですね。でちなみに 250cc 以下のトライクに関しては速車付き二輪というカテゴリーになって、カテゴリーとしてはバイクではなくて車扱いとなります。なので運転する時には車の免許ということになるんですけど、トリシティの場合はオートマなのでオートマ限定の免許でも運転することが可能です。はい、3つ目はですね、これはハーレーのトライクですね。 250cc 以上のトライクに関しては速車付きオートバイという区分になって、こちらも車の免許が必要になります。ただハーレーの場合だとトリシティと違ってオートマではなくてマニュアルなので、車の免許で運転できるんですけど、オートマ限定は NG ですね。マニュアルの免許が必要になります。でもちろんこちらもですね、車扱いになりますのでヘルメットは義務付けられていません。もともとね、ホンダのゴールドウィングとか、あとハーレーをトライ化するカスタムっていうのはあったんですけど、現在ではねハーレーのカタログにこのトライクラインナップされてるんですよ。現状でラインナップされているモデルとしては、ロードグライド3というモデルとトライグライドウルトラの2車種がラインナップされていて、いずれも車両重量は500キロ以上で、エンジンの排気量は 1800cc ですね。もうここまでいくともはや車っていう感じがするんですけど、まあ改造のトリシティとかピアジオの MP3 ジャイロシリーズとかと違ってですね、もうこれは完全なるトライクなので、車体をリーン傾けて曲がることはできなくて、もうハンドルで曲がる形になります。僕はね正直乗ったことがないんですけど、まあ、バイクとは全く異なる操舵感になるそうです。昔ねズーマーのカスタムのトライク乗ったことがあるんですけど、まあ、あれもねやっぱちょっと癖があって、まあ、50cc だからパワーなくてね、そんなに戸惑うことはなかったんですけど、それでもね初め慣れるまでは結構なんかギクシャクした記憶があるんですよね。それがやっぱりハーレーなのでだいぶ乗り味は癖があるんじゃないかと思うんですよね。
でもたびたびハーレーの広報に試乗してみてくださいよって言われるんですけど、まあ、そもそも車体の価格が450万円を超える車体なので、なんかあったらやだなと思ってちょっとビビっちゃってなかなか手が出せずにいます。ちなみにトライクの場合は一般道はバイクと制限速度変わらないんですけど、高速道路の走行では80キロの制限となります。まあ、制限速度が120キロの新東名とかでも一番左側の車線はトラック用に80キロの規制だったりするので、まあ、基本的に高速道路とかでは一番左側を走る形になります。まあ、区分上は車とはいえですね、高速道路を80キロで走れる乗り物をノーヘルで乗るのは怖すぎるので、まあ、いつかねちょっと試乗してみたいとは思ってるんですけれども、フルフェイスプラスフルプロテクターの装備で臨みたいなと思っています。はい、というわけで今回はですね、ノーヘルで乗れるオートバイ参戦という形でお話しさせていただいたんですけれども、まあ、個人的にはノーヘルは全くおすすめいたしません。ただまあ例えば街を走ってるトリシティとか、あとジャイロとかがなんであの人ノーヘルで走ってるんだろうって疑問に思ってる人もいるんじゃないかなと思ったんで今回の動画を作りました。まあ、こんな感じでね、定期的に雑談会はしていきたいと思いますんで、まあ、雑談会でもいいですし普通の動画でもいいんですけど、なんか取り上げてほしいテーマとかがある人はですね、ぜひコメント欄の方に書いていただけたらと思います。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。 Twitter と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったっていう方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。